大変ですね、大きいバイクは。さあ行きましょう行きましょう、おお、さあ行きましょう行きましょう、うわー綺麗な、綺麗な、見てください、このロケーション最高、この景色いいな、うわー郵便局員さんが入るわ、桜に、いやー素晴らしいわ、いやいやーお楽しみのシュークリームも買うて、いよいよ本命の、ああ忘れてましたわ、後ろ積んでましたね、これでいよいよ本命の桜を見に行きますということで、これいいな、いやー楽しい、いやーやっぱ山はいいな、気持ちがいい、走っててもマイナスイオン、自然を全身で感じる、受け止める感じがたまらないですよね、最高、塩梅ですわ、うわ綺麗綺麗、いいですね、わいいな綺麗な、あこれが七色ダムですか、フィッシャーマンがよく来るねえ、関西有名どころダムですね、いいですね、うわーすごい綺麗、いい感じ、いやー泣きそうだってきましたわ、綺麗すぎて、わーいいですね、桜祭り、桜今帰ったよつって、これいいですね、うわすごいな、下北山スポーツ公園、うわすごいすごいすごい、うわビビーカステラある、食いたい、お腹すいた、いやうまそう、うわ綺麗すごい、うわー、いいっすやん。奈良は五条の柿の外し。うわー、めっちゃ綺麗。なんじゃこりゃ。あらー、よろしいですやん。うわー、いいなー。風流やわ、これは。ええー、わー。いや、お弁当売ってますやん。いいなー、いいなー、いいなー。お腹空いたなー。でも絶対スタミナ弁当とか売ってないでしょ、ああいうのって。よくないなぁ、それはよくない。うわ、いいなぁ。うわぁ、めっちゃいいっすやん。綺麗。よろしいなぁ、かっこいいなぁ。うわ、すげぇなぁ。かっこいいなぁ、かっこいいなぁ、すげぇなぁ、いいないいなぁ、うわよろしいなぁ、うわいいっすやん、水面に花びらが浮いて、これはええなぁ、うわーすげぇ、お腹すいたなぁ、うわぁ、綺麗綺麗、すごーい。あらー。
うわすごい綺麗、よろしおすな。ここでシュークリーム食いますか。たまりませんね。うまい。この生クリームが全然軽いですね。そんな重みもなく、うんうん、美味しい。うまい、うまい。甘すぎない。うまい。この表面のサクサクが食感もあって。これこっちからは掘られなかった。こっちは通行ダメじゃん。こっちは通行ダメなんだ。ってことで、この辺の人なんだな。多分、ちょっと後で見てみよう。うまいわ。帰り、こっちからでも通行ダメじゃなかったら帰れるんだよね。最高。まだ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 。結局。いい雰囲気醸し出してる。お弁当もあるんですね。いざ行きましょうか。わとんかつうまそう。じゃあいい雰囲気じゃないですか。あと車にお着替えしたかったからね。こういう店は間違いなくうまいですからね。俺と好きや言うてたもんね。いやいいですよね。一枚のあれをあげてるの、ねはあ、いただきます。パリパリとして。安く苦手やね。食べます。山菜っていうか。これはまあちょっとつまんでもない。あ、うまっ。全然無理。伊勢君、ご飯もうちょっと食べれないですか。どうしたんですか。マジで。いやもう半分。まあ鼻からご飯出そうになりました。食べて。もうちょっと。え？もうちょっと。これ。うまっ。似たような車が、はい、いいもんですな。また来年見れたらいいな。ねえ、桜いうのは何回見てもいいですね。もう日本人のこの何でしょうな、いいっすよね。パッと咲いてパッと散るっていうのがたまりませんよね。どうもチャース、どうも。いやよろしいですな。まあまあね、春というのは出会いの季節もあり、別れの季節でもあり。ね、みんなこういろいろ物思いにいろいろこうね、あるでしょうけど、新生活頑張ってほしいですね、新社会人には。ねえ、決してこう腐らずにね、純粋な気持ちを持ったまんま大きく成長してほしいですね。いやまあやっぱ桜っていうのはこんな風な気持ちにさせるという素晴らしい花ですね。やっぱりお花をめでるというかね、かーいいわ、これはよろしい。なんかいや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 、もうありがとうございました。
っしゃ行きましょうか。いやーでも良かったなほんまに。ねえ、いやー綺麗ですわ。この桜のアーケードを通りながら帰るんですな。よろしいな、よろしい。いや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 、いいですね、桜の絨毯ができとって。すごいですね、マイナスイオン浴びまくり。お疲れ様です。またありがとうございました。いやそしたらはい、これでありがとうございました。はい、今日もね楽しい釣りんごを終えて、もう言うてる間に境ですかね。いやいや、約大方往復380キロぐらいですか。いやー遊びましたね今日も。いつものねメンバー5台でお花見ツーリングということで、いやーやっぱ桜っていいですよね。こう日本人の心にガンと訴えかけるというかね、パッと咲いてパッと散っていくこの様がねやっぱいいですよね。もうこの時期だけですからね、ちょうど満開でちょっと散り際でしたけどね、よかった。またねあの昭和レトロな食堂でうまい飯も食うて、あの唐揚げもうまかったな。最後までね動画見てくれた方嬉しいです、ありがとうございます。よければねいいねとチャンネル登録されていただくと喜びます。ということでね、またこれからの時期バン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 バイク乗っていけると思うんで、バイク動画楽しみにしてる方がいれば待っててください。ということで今日はいつものメンバーとお花見ツーリング行ってきたでした。ではバイバイ。